一気に進もう。お任せを。そろそろ何か食べておこう。から遠く離れるのは初めてのことです。譲り派なら大丈夫さ。行こう。こちらの戦力なら問題ない。先手は私。相変わらず僕が相手に。ここリレーションアロー、フォース、サイドバリンジャー、行く、そこリバーレーション、テロリスト、すごい、このまま攻める、派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。
やりたくはないけど、この道を塞ぐな。皆さんに合わせます。お任せください。崩れろ。倒れろ。動く。やっ。ラルコンホール。リベレーションアロー。ここ通る。なんか調子いいかも。セナ本当に強い。マイナスラッシュ。なんか調子いいかも。セナ本当に強い。うん、セナかっこよかったよ。仕留めます。助かった。やってみせる。避けられるか。皆さん、いかがだ。待て。皆さん、やってみせる。僕が相手になろう。期待に応えろ。ここで終わらせる。俺の力だ。まだ今だ。逃がさないから次へと。ケベスもアグヌスも兄弟だ。一つ一つ対処しながら進むしかないよ。はっと。あれは物資が投下されたようです。実際に目にするのとでは違うな。珍しい外見だな。やりたくはないけど、この道を塞ぐなら。こちらの戦力なら問題ない。ダウンブラスト。僕が相手にだよ。ありがとう。マルチブラスト。かくん。このまま攻撃を続ける。さすがだせのは。キャイドロイター。このままおとりになる。うまく戦えてる。みんな。ああ、これからもこの調子でいこう。僕が相手にだよ。ありがとう。このまま攻め切る。目を閉じる。このままおとりに。見込み通りの結果だな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、タイオン。エーテルはあるに越したことはないな。とはっ。
滑っていくぞ。天城を見つけました。夜かよ。鍛錬に休みはねえ。僕は自然に囲まれた中でも戦術に興味があるんだ。ではどこかで獲物を狩りに行きましょう。多少の心得はありますから。みんなちゃんと休むように。
戦闘に移れます。強くなった実感があるよ。記録しておかないとな。出発！疲れは残さないようにしないとな。休めるときに休んでおこう。お前さっき散々食ってただろう。量は均等に分けてあったはずだが。マナナ、今日はたくさん歩きましたもん。お腹グーグーでしたもん。と言われてもなあ。マナナ、まだ先は長いんだから、なるべく食料は節約しないとね。もう。何がなくなったって？食料とかなんとか。え、嘘？本当に？別の場所に置き忘れてるんじゃないのかも。ううん、絶対にここに置いてあったよ。確かに、僕も寝る前に確認した。誰かが全部食っちまったとか？まさか。リクの分まで食べられませんもん。ひどいですもん。濡れ衣ですもん。いくらマナナでもそんな怪しい真似はしないですもん。ああ、もう分かったから少しは落ち着けって。落ち着いてなんていられないですもん。保険と尊厳に関わる話ですもん。そもそもいくらマナナが食いしん坊だからって一晩で全部は無理だろ。じゃあ誰が？肉は食わねえだろ。こいつ結構消食だぜ。なあ。そうも。肉は余分なカロリーを摂取しないし。おい、これ。マナナとは違う。羽？何の羽だ？それはマナナが。こっちに足跡がある。誰もんなこと言ってねえだろ。この足跡。もしかしてターキー？ああそうだ。これターキーだ。じゃあ食べ物もターキーに？謝ったって許さないですもん。マナナの保険と尊厳はものすごく傷つけられましたですもん。そこをさ、機嫌を直して。マナナの機嫌はさておき、食料深刻だな。調達するしかないわね。同感だ。幸いこのエリアは自然が豊かだし、なんとかなるかもしれないぞ。なら善は急げだ。ああ、え、いくらなんでも食べ過ぎも。マジでガチで太るも。ママ、また太ってるって言いましたもん。言ってないもん。いいえ、言ってましたもん。今日という今日は絶対に許しませんもん。脱走したやついるんだな。キャッスルからなんだな。
いいのかい？ウロボロスと接触するかもしれないよ。これまでの段取りがパーになっちまうよ。案ずるな。むしろ接触すれば必ず来る。根拠は？ウロボロスとはそういうものだ。あんたがそういうのなら信じてもいいかもね。ねえ王。そうだな。ピーの言う通り、信じてもいいかもだな。ハインドの肉ってすんげーうまいんだよな。メインはお肉料理で決まり。と。ここをどいてくれ。こちらの戦力なら問題ない。先手はすごい。先手は私の一人です。こちらは僕が引き受け、僕が相手なんだよ。ありがとう。こいつで戦いやすくなっただろ。最高のタイミングだ。グローさん、僕が相手なんだよ。期待に応えない。メイクアップ調子いいかも。その調子。いつも待て。力がよ。まだまだいけるよ。リベインドラフト。フォース。僕が相手になった。ありがとう。そこを階段まで。待て。僕が相手になった。やるよ、ラッツ。負けられない。今起こっている。激動。うん。
ワーアシスト、ゆうべ調整しといてよかったもん。投射比で3割はパワーが上がったもん。なんだよ投射比って。アグネスの連中と違ってひ弱な俺らにはこういうのが必要ってのはわかるけどよ。わかるけど何も？もっとこうバーンとしたものはないのかよ。バーンとしたものは擬音で言われてもよくわからないもん。あ、そのよ、ノアのあれみたいなものよ。あれとは？体温かよ。わかってんだろ、言わせんなよ。何に使う気なんだもん。え、そりゃヨランに使う気じゃないのかも。だったら話には乗れないもん。なんでだよ。やっぱ図星も、そもそもノアはその考え知っているのかも。仲間に相談もなしに決めるのは良くないもん。あいつは敵だ。誰が決めたも、ユランは自分が敵だなんて言ってなかったもん。俺が決めた。まだ何も分かってないのに。だってあいつはよ、たった一度会っただけで決めつけるもん。ならどうしろってんだよ。ノアやユーニと一緒に前に進むしかないもん。そんなんで解決すんのかよ、適当言いやがって。それにあれはそういうものじゃないもん。しに行ってみない？食料もっとたくさん集めなきゃだしね。見て、面白い形の木がある。ん？これは伝説の果実、サンサンイチジクですもん。何？サンサンイチジクってひょっとしてすっげえうまいのか？そりゃもう、ほっぺがずっと地面にめり込むくらい美味ですもん。って、ありゃ？どうした？虫でもついてたか？ダメですもん。これまだ熟れてないから食べられませんもん。今食べたらその苦さに悶絶死しますもん。結構うまそうに見えるけどな。サンサンイチジクは実が黄色になってから食べられるようになるまで1年かかりますもん。そんなに？あ、じゃあ無理か。いいじゃない、また来年ここに来れば。伝説なんでしょ、食べなきゃ損だって。チェッ、そうすっかな。ミオさん、来年は？うん、私は無理かもしれないけど、みんなは食べられるでしょ。なんで無理なん？お前そういうことさらっと言うなよな。変な罪悪感抱くじゃねえか。ごめんごめん、気にしないで。気にしないでって、めちゃくちゃ気にするっての。なあ、どうしてそこまで割り切れるんだ？割り切れるって？割り切ってなんかいないよ。それなりに焦ってる。見えねえけどな。もしそう見えるなら、今のこの命は私のじゃないからかも。どういうこと？もらった命なんだ、親友に。本当はあの時死ぬのは私の方だった。
今は自分じゃなく彼女の時間を生きている。だからかな。ふーん。なんだか私らみたいだな。知ってる。インタリンクするときに一瞬見えるから。炎と瓦礫と叫んでるランツ。ノアのやつか。もしもしだぜ、その親友がヨランみたいに現れたら。敵として。敵として。やっぱりランツみたいに聞いちゃうかな、なんでって。やっぱ聞くよな。うん。なんで私に命をくれたの、なんで雅の方が長く生きられたのに、なんであの時。雅って言うんだ。悪い、結構あれだったんだな。なんだろう、前はこんなじゃなかったのに。ありがとう。その後ね、受け入れる現実を。答えが何であっても。後ろは振り返らない。相方が前ばかり見て走ってくんだもの。私が後ろに行くわけにはいかないでしょ。相方か。もうそんなんなんだな。ん？あいつはどう思ってんだろうな。あっちにもまだ食材がありそうだよ。さあ早く探しに行こう。よっ、気をつけて登ろう。よっ。何が入ってるか。これはいいもんだろ。かなり効いた。んだよな。なあ、
さっき食い物の話してたよな。お前らだけで食べてたのか。食べたくても食べられなかった。こんなに貴重なものが手に入ると。食材結構集まったな。うまそうだ。これだけあればしばらくは安心ね。さてこれで食料はなんとかなったな。うん、しばらくは大丈夫そうだね。どうしたミオ。なんだ敵か。ボレアリス。
すまん、助かった。なんであんたがこんなところへ。キャッスルに行ったんじゃなかったのか。まあ、行ったともさ。行った結果がこれさ。何があったんだ。なぜです、女王陛下。なぜ我々のコロニー4が。お前たちはウロボロスと接触した。いわば汚染対象の除去だ。汚染。俺らが汚染されたって言うんですかい。違うのか。命の日時計の加護から外れたお前たちはもはや命のやり取りをする必要はない。戦わざる者生きるべからず、それが我が国の掟であり真理なのですよ、エセル。女王陛下が、このまま問答無用で除去されては口惜しかろう。そこで機械をやろうと思う。機械とは。ウロボロスの抹殺。ノアたちを、この私が。もちろん厄介な相手であることは重々承知している。一人でやれなどと言うつもりはない。カムナビ。なぜお前がここに。エセル。なんで敵であるカムナビがここに。余興だよ。余興。命の日時計から解放された者に対してメビウスの瞳は効力を持たない。今一度その支配下に置くには再生させるしかない。それでは面白くない。死生観すら凌駕する実力を持ったお二人、期待していますか。エセル、カムナビ。軍務長たちには新たな鉄巨神が与えられた。ウロボロスを抹殺するために作られたやつだ。調整には今しばらくかかる。だが軍務長は必ずお前らを抹殺しにやってくる。本当なのか、それは。だからここに来たんだ、知らせるために。お前らの大体の位置は奴らから聞かされていたからな。これはキャッスルの図面だ。鉄巨神の調整の際、隙を見て入手した。アナイアレイターの構造図も記されている。これを持ってコロニー4へと戻れ。軍務長、それってどこにいたって狙われるのなら、いずれ破壊する手段くらいは確保しておきたい。違うか。ですが、それじゃキャッスルに。それとノアたちだが、もし出会ったなら伝えてくれ。私は本気だと。そしてこの件に一切関わることなく本懐を遂げろと。軍務長。
エセルさん本気なんだ。なのに本懐を遂げろだなんて。軍務長ってな、そういうお人だからな。あんたが逃げ出してきてエセルは大丈夫なのか。なに、増票一人消えたところで何とも思わねえだろうさ。え、だってさっきの傷。ええ、さっきのあれは途中で崖から落っこちた。暗かったもんでな。なんだよそれ。まあとにかくお前らが心配することはね、これは俺らの問題だ。お前らは本来の目的を達成しろ。ボレアリス。ったくよ、なんで軍務長がお前らをやらなきゃならねえ。なんで敵であるカムナビがあそこにいる。どうにも合点がいかねえことだらけだ。だから俺は戻る。ミナ、お前らは急いでこのエリアを抜けろ。調整が完了するまでにはまだ間はある。お前らの足なら。聞いてしまった以上それは無理だな。私も同じ。ミオちゃん、この前見たあの光、あれがアナイアレイターのものであるのなら、たとえ私たちが目的を達成できたとして、犠牲の上に成り立った命に何の価値があるの。そんな命悲しすぎるよ。ミオちゃん。ミオ。ボレアリス、キャッスルの図面送ってもらえないか。ノア、お前まさか。元はといえばコロニー4の日時計を破壊したのは俺たちだ。だがあれは、どうあれ今の状況の責任の一端は俺たちにある。だから俺たちがそのアナイアレイターとやらを破壊する。いいよな。マジか。俺は別に構わねえが。私も。君たちには世話になった。恩義みたいなものさ。仕方ないもん。お前たちだけじゃ心配だから付き合ってやるもん。戦うなら一流の料理人が必要ですもん。後ろは振り返り。相方が前ばかり見て走ってくんだもの。私が後ろに行くわけにはいかないでしょ。ったくしゃあねえな。回復役なしでキャッスルに踏み込むとかありえねえだろう。ユウに。お前ら、すまねえ。俺はコロニー4へと戻り、万が一の事態に備える。お前らの幸運を祈ってる。ああ、任せてくれ。しかし相手はキャッスルだ。近づいたら攻撃される恐れがある。どう進む。慎重に行動すればなんとかなると思う。そういやお前、毎年送り人の研修だかなんだかで言ってたもんな、キャッスル。なるほど、黒い霧か。それもかなり多い。特に今の時期は辺り一帯に立ち込めている。ニールの谷の洞窟で見つからなかったろ。だからなんとかなる。多分霧が立ち込めているのは朗報として、消滅現象の危険性は。
この前体温に教えてもらうまで気にも留めてなかったけど、これが不思議と起きたことがないんだ。本当か？理由はわからない。キャッスルの裏手、湖畔に面した一帯はエーテル採取場になっているんだ。そこで取られたエーテルが物資搬入口からキャッスルの中へと運び込まれている。そっから忍び込むって？搬入コンテナに人は乗っていない。衛兵の目を盗んでコンテナまでたどり着ければキャッスルの中へと入れる。外の衛兵はそれで買わせるとして、中に入ったらどうやって進むの？体温、霧の時コロニー4の兵士の索敵範囲はどのくらいだった？感触としてはだいたい15メテリくらいだったかな。ここ兵員待機区画にキャッスルの外角に出られる整備用ハッチがある。ここを抜けて外縁部を伝っていけばアナイアレイターの基部まで行けるはずだ。外なら衛兵に見つかる確率も減るもんな。行けそうだね。一つ懸念がある。キャッスルは女王のお膝元だ。もし執政官に見つかったら、その時は戦うしかないだろうな。一応タイルがないわけじゃない。これだ。ケベスでは聖人の儀の後、贈られた者が身につけていたものを水に乗せて流す流水の儀というものがある。その時使われるのがこの水路。これはそのままキャッスルの外の湖までつながっている。なるほど。アナイアレイターの脇にあるハッチを開け、水路の流れに乗って湖に出られれば。また水かよ。なんか逃げるとき毎度水に飛び込んでねえか？羽濡らしたくないんだけど。毎度ってこの間の一回だけだろ。まあ戦わないに越したことはないさ。出会わないことを祈ろう。決まったね。うん。装備と食料の確認をしたら出発しよう。記録しておかないとな。これは何かに役立てそうでしょうか。道がありますね。
容易には下れません。気をつけて。息を潜めて背後から吸収すれば敵を撃つことは容易です。いきなり物騒なこと言うなよ。怖えよ。これは良さそうなものを見つけたね。関係が変わったみたいだ。何かに役立てそうでしょうか。そこをどいてくれ。すぐに終わらせよう。ノーブレンダウン。本当に強い。その隙は命取りです。大活躍だな、ゆとりは。セナ、いいよ。こちらは僕が引き受ける。
僕が相手になろう。ありがとう。崩れろ。待て、ミオだ。ここ僕が相手になろう。ありがとう。ネイチャーフォース。この調子だ。どうなら、もっとやれるよな。頑張ってきた。ここで決めよう。派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。気をつけて登ろう。忘れないように書き留めておこうかな。やりたくはないけど、この道を塞ぐなら任せな。吠え面書かせてやるぜ。命さえも強い。ビラストレッチ。ネイチャーフォース。ドライバー。できるだけ起動。危なげない戦いぶりだったよセラ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。これは良さそうなものを見つけたね。相変わらず目立つよな体験。ちょっとは近づいたか。やりたくはないけど、この道を塞ぐな。また OK だよ。攻撃を集中させてくれ。リベレーション。オレン最大はいった。ハグン。このまま攻撃を続ける。ノア、かっこいいじゃねえか。ファルコン・ホール。ネットスライド。こいつの戦いが見えるぞ。ドール。やれるよな、ラッツ。まだまだいけるよ。余裕余裕。あたしにかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。はっ、気をつけて登ろう。見知らぬ場所は緊張します。Thank you.
名前確かに覚えたよ。僕が相手になろう。助かった。先手を任せる。ダウンドラッシュ。ここ料理吐く。激怒。僕が相手になろう。お前に応える。ゴレン同じくねえだ。関係が変わったみたいだ。よっ。はっ。使えるものがあればいいんだが。やりたくはないけど、この道を塞ぐならすぐに終わらせよう。どれ？マジシブラスト！はっ！俺は！はっ！撃ち抜く！攻撃を集中させてくれ！ドラゴンエンジン！バルトマジン！さあ、このまま行くぜ！ランス、気合が入ってるな。せあら、グローさん、見事な腕で僕が相手になろう。どこだく、ねえ、かけられたよ。ミオ、ヘッド、暴れたねえだろ、ユリ。僕が相手になろう。そうだった。戦い大変だよ。もう大丈夫だ。お前さんならまだやれるよな、ミオ。なんて、助かったよ。待て。僕が相手になろう。ラッツ。回復は俺が。もう一度暴れてやるか。体が軽くなりました。高まってきた。たまには力技も悪くない。ここから離れてきた。ネイチャーフォース。私のことも褒めろよな。ああ、ユーニのおかげでみんな無事さ。やりたくはないけど、この道を塞ぐなら私をなめんじゃねえぞ。ヨーガ、ドーレン、なに、ナレッジブラスト。ありがとう。リベレーションアロー、攻撃を集中させてくれ。助かる。今ならネイチャーフォース。ありがとう。カルゴイナで攻めるか。もう一度暴れしてやるか。同じくねえだ。すごい。な、待て。キロ。僕も入りたい。ありがとう。ラルコンホール。料理やってやろうぜ。
ワイド。こちらは僕が引き受け。やたら取り合い。待て。このペロ。
決着をつける。覚悟しろ。このまま決めさせてもらう。物足りねえやつらだ。いい連携だった。こんなに貴重なものが手に入ると。任せてくれ。気をつけて登ろう。ゴゴールは果実を投げ捨てましたよ。かなり強そうな奴がいるな。へえ、こんなところがね。と。疲れは残さないようにしないとな。雨が来そうですね。綺麗になったと思う。
記録しておかないとな。